はい、皆さんこんにちは、こんばんこんでです。今日は映画三昧といきたいと思います。映画なんてね、久しぶりに、いや、この間アマゾンプライムで見たか映画をね、たっぷり見たいと思って、なんでただ見ても面白くないので、はい、今夕方の4時半なんですけど、今からね10本借りて、明日の朝までに返すと当日レンタルで返すと、明日の朝までぶっ続けて見るっていうね、ちょっと寝れない寝れない企画を実行しようかなと思ってます。ではね、早速ツタヤに借りに行きましょう。はい、借りてきました。もういろいろ迷ってたんで、すでにもう5時12分なんですよ。やばい、早く帰ってみないと明日の朝までに返せない。帰りましょう。ということで、レンタルねして帰ってきました。借りて帰ってきたのが、ボブという名の猫、幸せのハイタッチです。実話に基づいた話らしいんですよ。あと借りてきたのが、シンクロナイズモンスター。はい、シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ。グレイティスト・ショーマン。映画の評判は、そこそこみたいなんですけど、音楽がすごいいいので、これ借りました。グレイティスト・ショーマン。アナと雪の女王の家族の思い出ってやつを借りました。これもディズニーですね。ディズニーのリメンバー・ミーっていうのを借りました。もちろんね、見たかったんですよ。これ、君の名はでございます。眩しくて今まで見る気にならなかったですけど、もう見てしまおうと。メアリーと魔女の花っていうね、新作のアニメーション借りてきました。はい、クボを借りてきました。クボ、日本の芸の秘密ですかね。これ、パニック映画かな多分。ジオストーム、ジャスティスリーグ、コナンのカラコイ。安室さんもね、まだ見てないんですよね。始まった。見せたい。みんなに見せたいよ、これ。画像を見せれない。わー、イエーイ映画館では静かに。すいません。おおはははい、始まったわあ、すげえ。美女がね、テロリストを倒した。ああ、スーパーマンって死んでたんや、知らんかった。スーパーマンすげえな。こういうコラボ系って面白いっすよね。めっちゃ面白かった。バットマンとスーパーマンしか知らなかったけど、他のヒーロー知らなかったけど面白かった。これすごいね、この映画。面白すぎて全然眠くならん。当日レンタルは12時までに返さないといけない。ラスト1本、3つあるけど、ラスト1個しか見れない。